GMT の YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。3月に入り、ロレックスの新作発表が目前に迫りました。今回はモデルチェンジが予想されるヨットマスター2について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。ヨットマスター2はヨットレースに必要なカウントダウン機能を備えた腕時計であり、ヨットでクルージングを楽しむような富裕層へ向けて作られたヨットマスターとは大きくキャラクターが異なります。このカウントダウン機能はレガッタクロノグラフと呼ばれ、リングコマンドベゼルと名付けられたベゼルと連動し、1分から10分までのカウントダウンが可能です。ヨットマスター2が誕生したのは2007年と、長い歴史を持つモデルが多いロレックスの中では比較的新しいコレクションです。当初はイエローゴールドの116688とホワイトゴールドの116689の2種類のみがラインナップされ、金無垢モデルのみの大変上級なコレクションでした。2011年にはコンビモデルの116681がヨットマスター2のラインナップに追加されます。この116681はロレックスのプロフェッショナルモデル初となるステンレスとエバーローズゴールドとのコンビモデルであり、これまでにない高級感あふれる雰囲気から高い人気を獲得しました。2013年、待望のステンレスモデル116680が誕生します。ムーブメントにはこれまでヨットマスター2に搭載されていたキャリバー4160からメンテナンス性などをブラッシュアップしたマイナーチェンジ版のキャリバー4161へと変更されました。これまでキャリバー4160を搭載していた他のヨットマスター2もキャリバー4161へとムーブメントの変更が行われ、さらに信頼性の高いモデルへとコレクション全体が生まれ変わっています。2017年には全てのヨットマスター2で大幅なマイナーチェンジが行われました。インデックスの一部が変更されたほか、針のデザインやカラーリングが大きく変更され、より高級感がアップしています。2022年にはホワイトゴールドモデルの116689が生産終了となったものの、イエローゴールドモデルの116688、コンビモデルの116681、ステンレスモデルの116680は現在まで製造され続けています。特に116688は約17年も生産されているロングセラーモデルであり、ロレックスの現行モデルではトップクラスの生産期間と言えるでしょう。現行ロレックスのメンズモデルは12から始まる型番が多くラインナップされています。例えば2023年にデイトナは 116500LN から 126500LN へとモデルチェンジされ、ミルガウス 116400GV は生産終了となりました。そのため型番が11から始まるヨットマスター2もモデルチェンジが近いと噂されており、現在注目を集めています。もしそうなればヨットマスター2において初めてのフルモデルチェンジです。大幅にデザインが変わるのか、スカイデーラーのようにほとんど変わらないのか、あるいはシリーズそのものが終了してしまうのか、新作発表が楽しみです。個人的にはホワイト以外の文字盤カラーやオイスターフレックスモデルが追加されると面白いと思っていますが、皆様はいかがでしょう。今回は2024年にモデルチェンジが噂されるヨットマスター2をご紹介させていただきました。ヨットマスター2に少しでも興味をお持ちいただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。GMT の公式 LINE、X、Instagram ではお得なセール情報や商品の入荷情報をお届けしております。ぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。素敵な時計ライフをお過ごしください。